ついにアリスが現実世界へとやってきた。世界初の新生汎用人工知能として機械の体を与えられたアリスは、人々から好奇と疑念と恐れの目を向けられる。だが彼女は騎士として、一人の人間として毅然と振る舞うのだった。いつか俺が帰ってくると信じて。次回、ソードアートオンラインアリスステーションウォーブアンダーワールド第22話、アリス。